アイドル水の材料でよく受ける質問があるんです。それは、先生、砂糖の代わりにラカント S は使ってもいいんですか、というお声なんです。そのことについて今からお答えしていきますね。結論からお伝えしますと、おすすめいたしません。それはなぜか、その理由があります。デメリットが大きいんですね。1つ目、味覚異常になる可能性が大きい。なぜかというと、お砂糖に比べて甘みが強いんです。ということは、その甘みに慣れてしまったあなたの味覚がどんどん甘いものを欲してしまうことになるからなんです。で、その結果どうなるか、こちら、依存性が強くなってしまうんです。本当はダイエットしたいのに、逆にもっともっと甘いものが欲しくなってしまうからなんですね。で、またこのラカント S は甘いのにカロリーゼロなんです。こういったものを多く毎日摂っていくとどうなるか、あなたの脳がこんなに甘いものを摂ってるのに、なんかエネルギーが足りないぞと思うわけです。じゃあどうなるか、もっともっと食べなきゃとなって指令を出しますから、食欲がね、増してしまうんですね。なので、せっかくダイエット目的でこのアイドル水作って飲まれるようでしたら、このような味覚が異常になったり依存性が強くなったりという部分がやはりですね、おすすめできない理由なんです。で、プラス、摂りすぎると下痢になってしまうというデータも出ていますから、気をつけていきましょう。では、じゃあその白砂糖ですとかラカント S の代わりに、じゃあ一体何を摂れば、あなたはこのアイドル水を飲んで綺麗に健康的で痩せることができるのか、というその代わりのもの、今からお伝えしていきます。で、そもそもアイドル水の材料です。こちら、天然水、緑茶、レモン果汁で、よくあるレシピはここで白砂糖が来るんですけれども、私はおすすめしてないんですね。これは別の動画でもお伝えしておりますので、気をつけて見てみてください。で、またこのアイドル水の詳しい作り方や、またこの緑茶に代わる置き換えのアレンジレシピの動画もご用意しておりますので、こちら詳細欄にリンクを貼っておりますので、ぜひチェックしてみてください。では、今からお知らせいたしますね。その砂糖やラカント S の代わりに使うのはこちら、蜂蜜なんです。で、なぜ私がこの蜂蜜を選んでいるかという理由なんですけれども、まず栄養がね、豊富なんですよ。ビタミンやミネラルがいっぱい入ってる。じゃあどうなるか、体は栄養不足になると太ってしまうんですよ。栄養不足の状態でダイエットしてしまうと、どんどん栄養が欲しくなって食べたくなってしまうからなんですね。そして2つ目、蜂蜜には脂肪燃焼効果があるんです。ですから、あなたの体脂肪をどんどん燃やしてくれるわけなんですね。次に、ビフィズス菌を増やしていける。で、このビフィズス菌が増えればどうなるか、あなたの腸内環境が整います。痩せ菌と呼ばれる善玉菌がどんどん元気になってくれますから、自然と痩せ体質になることができるんです。で、また活性酸素も除去する効果もありますから、アンチエイジングということで、私たち女性には特に嬉しいですよね。こうゲソッとボロボロになって痩せるのって嫌じゃないですか。やはりいつまでもこう張りがあって綺麗に美しく痩せていきたいと思いますよね。そういった点で私がおすすめしているのは蜂蜜なんですが、ここで注意。いくらダイエットに良い効果があると言っても、やはり摂りすぎは NG ですよ。カロリーがオーバーになってしまいますから、必ずこの適量で作ってくださいね、ということ。そして蜂蜜といえども、いろんな種類があるんですが、注意することは、いろんなものが添加されていないもの、もうピュア 100% ハニーです。蜂蜜を選んでください。裏の原材料を見ると、例えば砂糖とか香料とかですね、こういろんなシロップとか、こう人工甘味料などが添加されているものも結構多いので、そこは要注意。できれば国産のものを選んでください。さあ、いかがだったでしょうか。このチャンネルでは、このようなさまざまな腸活法や健康法をお伝えすることで、女性の方が健康的で綺麗に痩せるを応援しております。ぜひ高評価ボタンやチャンネル登録していただきまして、どんどんご参加ください。で、また直接何か聞いてみたいなとご質問がありましたら、詳細欄の LINE のリンク貼っておりますので、 LINE ご登録をご相談してくださいね。私とても、嬉しいですし、励みになっております。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。